ははい皆さんこんこにち SIK 代表北野です今回はインスタグラムストーリー戦略ということでフォロワーが増やすための3つのポイントってテーマでお話をしていきますインスタグラムのストーリーっていうのは実は今インスタグラムを使っているユーザーのですね過半数以上がまずストーリーから先に見ると言われるぐらいもうインスタではストーリーが一番重要であるとそしてこのストーリーでは具体的にどういった内容をどういったイメージで投稿していけばいいのかっていうのがね、まあ、なかなか普段なんとなくインスタは使っているけれどもストーリーどういうふうにしたら投稿が効果的なのかってイメージできないって方多いと思うんで今日はその辺の話をして いきたいなといいう,うに思いますなので、ぜひね、最後まで見ていただきたいというふうに思うんですけども、まあ、そもそもストーリー機能って何ってとこから話していきます。まあ、インスタグラムのですね、ここの、まあ、いわゆるですね、あのー、こっちですね、の、えー、おうちマークボタンを押していただくと、まあ、プロフィールページからおうちボタンマークを押していただくと、まあ、こういうね、ニュースフィードに飛ぶと思うんですけど、ここの一番上に出てくるですね、まあ、こういうやつですね、まあ、こういうやつ。 こういうのがいわゆるストーリーです。まあ、自分がフォローしている人が基本的に左から順番にね、えー、アイコンが並ぶんですけど、これをクリックすると、まあ、その人のですね、いわゆる今現在、どういう状況なのかって、いわゆるこういうやつですね。今現在 こういうとこ来てますとかっていう。これはまあ僕のですけども、こういうストーリーっていうのが出てくると。まあ動画もしくはまあ静止がどっちでも上げられますと。で、基本的にまあ24時間で消える魔法の動画と言われておりまして、まあストーリーでアップしたものっていうのはですね、あの24時間で消えてしまいます。まあこういうやつね。24時間で消えてしまいますので、あの、基本的にまあ緊急性が高いと。まあその代わりしっかりと見てもらえることがまあできるということになりますね。はい。こういうのがまあストーリーというものになります。で、このストーリーをやるとどんな効果があるのかってことなんですけど、大きく分けて3つあると思います。 まず1個目が認知がもちろん増えるってことですね。いわゆる自分のフォ,ことをフォローしてくれてる人っていうのが、例えば僕が今日ストーリーを1日ね、2個3個上げました。僕をフォローしてくれてる人には通知がいけます。えー、どこに通知がいくかっていうと、ここにね、北野さんがストーリーアップしましたよっていうところでフワーンって光るんですね、アイコンが。まあ、僕のアイコンが。で、北野さんストーリーアップしましたよっていうのが、相手にここに通知がいくので、ここでまあ、基本的に見てもらいやすくなるから、結果的に接触回数が高まるんですよ。まあ3.5回の遅くって,って3回から4回、そのインターネットで戦争を通じてその人と接触をすることによって、 まあ人はその人に対して無意識に好感を抱くとかファンになるっていうまあそういった働きがあるのでそういった財運効果も含めてねそういった人は認知そして相手のまず記憶に自分自身を覚えてもらうことができると。 まあそういう効果があります。で、二つ目のメリットとしては、その結果、まあ、結果ですね、認知してもらった結果、ファン化が起こるということですね。そこからも自分の投稿に、えー、飛んできてもらって、そこからフォローされることで、もちろんフォロワー,ーも増えますし、そこから自分の投稿を毎日見てもらったり、ストーリーを見ることによって、そこからファン化につながります。やっぱりインスタグラムっていうのは投稿よりも、やっぱりストーリーっていうのはすごいやっぱり重要で、やっぱり教育、あ、協力なんですよね、ストーリー。まあ、なぜかというと、投稿以上に見られるからと、まあ、いうことになります。そして三つ目、リスト誘導っても実はストーリーからも行うこともできまして、またこのストーリーを使った実際の 購買促進ととといいうところもですね、今加速していると、まあ、実際にインスタグラム24時間で120万以上のアパレルの商品が売れているという実際に、ね、ECK の事例とかも多々あるぐらいですね、この購買促進というところにインスタのストーリーは非常にね、えー、フルに活用されているまあ分野でもありますので、まあ、このストーリーってのはそれぐらいですね、いわゆるお客様を購買促進するように重要であるとで、ストーリーじゃ具体的にどんな内容をアップすればいいのかということなんですけども、まあ、基本的にはですね、あの意識改革と憧れと共感という、まあ、この3つですね意識改革、共感憧れまあ もちろん業種によっても若干異なる部分はあるんですが、まあ、基本的には意識改革、憧れ教科この3つのポイントだと思ってください。意識改革っていうのはなぜ今すぐ行動しないといけないのか、なぜ今すぐ例えば美容師さんだったらなぜ今すぐ美容に意識しないといけないのか髪を切らないといけないのかおしゃれになる必要があるのかおしゃれになることでこんなメリットがあるんですよ、モテますよとかね、まあ、そういった意識改革をストーリーを通じて、まあ、美容室のあかんだったらやっていかないといけないしエステサロンとかだったらなぜ今のうちからお肌の手入れをしてこないといけないのかであったりとかね、まあそういった をしていくわけですよね。薄毛の治療をやられている方とかってなぜ今のうちから20代から薄毛の予防を事前にしておく必要があるのかみたいな、ね、まあ、そういった意識改革をしていきますと。で、憧れの教育っては何かっていうと、いわゆるこの人みたいになりたいなっていうやつですね。まあ、ここの部分は店舗系の人とかだったらちょっと無理な場合はね無理しなくていいんですけど、まあこれはマストよね。あの例えばいわゆるまあ情報発信でいわゆる対人支援型ビジネス、コーチ、コンサルラピストとか、まあ、いわゆる 自分自身のあり方を売っているような場合とかだったら、やっぱ憧れですよね。これをやっぱ見せていった方がやっぱいいわけです、もちろんね。であったりとか、あのー、まあ、あと共感ですよね。えー、やっぱり、えー、この人の考えには共感できるっていうところで、えー、人はファンになると、ま、いうことがありますので、その自分の価値観というのをしっかりと発信していくっていうのがすごい重要です。基本的に意識改革をして憧れを見せながら、えー、価値観を発信して共感を拾っていくみたいなイメージですかね。 でイメージとしてはあのー、具体例を挙げると、自分の過去のエピソードを挙げると、やっぱり共感っていうのが得られやすい、これ、ツイッターとかも一緒ですねあの、共感っていうのが得られやすい、例えば僕とかだったら、住家たちで当時起業したときっていうのは、僕は何も分かっていなかったと、その時の僕っていうのは、起業したら、ね、すぐに成功できると思っていたけど、それは実は幻想だったと。 まあそういう自分の過去のエピソードとかを話すことで、お客さんにね、あ、確かに私も同じような時期があったなっていうんで共感してもらうとか。で、二つ目は、今すぐ行動しないといけない。これはさっき言ったやつですね。なぜ今やらないといけないのか。で、三つ目は、あの、憧れをは共感って書いてあるんだけども、別にこれは、えー、めちゃめちゃですね、なんかブ,あのブランドものをバンバン出しましょうとかっていう話じゃないです。そういうキラキラ系のブランディングっていうわけではなくて、あの、普通の日常でいいんですよね。例えばカフェでお茶してますとか、カフェで仕事してますとか、そういう自分のライフスタイルの一面を見せる。 例えば何でもいいんですよ。朝、えー、フルーツミキサーでジュース作りました。別にいいんですよ、それでもね。うん。とか、あのー、朝起きてリビングの様子映すとかでもいいし、なんかペット飼ってる人がいたらそのペットの写真載せるとかでも全然いいんですけど、その人の日常が垣間見えた時とか、その人の巣が垣間見えた時に人ってその人ファンになるんですよ。だから、濃ういう日常っていうのを一部出してあげるっていうのはすごいと思います。まあ僕の場合とかだったら、まあ基本的にえどうやってやるかっていうと、まあ意識改革としては、 あのー、なんだろう、まあ、ビジネスってのは甘くないよとか、ね、ビジネスは集客がすごい重要だよと、結構こういうマインドセット的なね、まあ、ちょっと自己啓発寄りな配信とかも僕結構してるんですよね。まあ、こういう配信とか、まあ、僕の当時、企業当時の配信、まあ、これと違って半分共感を拾うってう目的もあるんだけども、まあ、こういう感じでね、やったりとかしてますね。 うん、やっぱスキルへの投資、えー、行動することの大切さ、まあ、これ、いわゆる意識改革の、えー、配信ですよね、であったりとか、で逆にあの、この辺はいわゆる憧れを見せる配信ですよね、まあ、ちょっと沖縄のブセナ来てますとか、広島でこういう温泉宿泊まってますとかね、あのー、こんなとこ泊まってますみたいなとか。 あとなんかね、え、代官山で生キャラメル買ってますとか、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけどね。あの、とか、あとなんか、GoPro 買いました、みたいなね。まあ、こういうのを家で撮ったやつですけども。っていうのでもいいわけですよ。っていうので、その人の素が垣間見えるっていうところで結構ね、インスタグラムのストーリーっていうのは、まあ、日々の投稿では結構夜景情報とかみんな発信してると思うんだけども、ストーリーでは逆にその舞台裏、撮影の舞台裏、日常をちょっとチら見せすることですごいファン化が起こるってことがありますので、まあ、ぜひこういったあたりをね、えー、中心に、ぜひね、配信をしていっていただけたらすごいいいんじゃないかなというふうに 思いますはい。ということで、今回の動画、少しでも勉強になったよという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたします。また、下の概要欄から LINE で登録していただいて、こちらの動画もプレゼントしてますので、ギリギリゲットしてみていただきたいと思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。